様が松本に振り込ませるようにパイを送り込んでるような、これはもうやってられない。現物なくて両面転売ですからね。はい、これは辛い展開です。松本ちょっと顔も暗いもんな。さあ松本、親は菅原に勝っています。いや、ちょっと苦しそうな表情。これで水原本当にトップありますね。そうですね、逆転トップ見えています。いや、来ました来ました、水原10戦3トップ2着7回の抜群の安定感、4着はわずかに1回。今日も連帯はまずしっかり持って帰れそうだ。その中でトップになるのか2着になるのは随分違う。ここ2戦どちらもトップ目を逆転されての2着。こっちだって随分に匂い飲まされてるんだと怒っているでしょう。さあドラフェ、そうはさせたくないのが内川。ここ内川さんどうしますかね。オーラスに向けて点数逆算しますかね、はい、したいけどどうなんだってことですよ ね、 そうですね。もちろんとりあえず2000点上がると8000点以上は差がつくんですよね。となると漫画の出上がりはなくなるけど、やっぱりマンツも抜けたいですよね。マンツも抜けるってなるとある程度免税でいくしかないですよね。3100点加点必要。ドラいっちゃうか。まあ自身がベチャなのでドラいくもあると思いますけど。ドラいったー、ドライ来ました。ドライ行かれると一番マジかよって思ってるのは多分あの菅原ですよね。うわ早いのみたいな、まあ、ただだいぶね切る時の間がありましたので、はい、何か不満はあるだろうと、うん、まあ、誰が打ってもペイだよねって形ではないんじゃないかなっていうのは予想できると思うので、ツボがいい、迷ってしまう。あ、来た、いいシャンテンだ、うん、やめんやめん、もう菅原が抜いた、全部抜いた今1位。いや、これ内川さん危ないね、広げてますからね。はい、さあ菅原行くか、やめんやめんにシャンポもくっついた、十分すぎるいいシャンテン。うわー9万残るねこれ。なるほど、6万受けありますもんね。多分3、もう3万とか地位でいいんですか、こういうのっていうのは内川の手ですけど。いやーどうですかね、地位点だと泣きたいですけどね。ちょっと引くとかなり広くて3000。ああ9万いきた。でもこれは リーチってか免税になりますね。そうね、泣くことはちょっとできません今。転売したときにリーチ行くかどうかの選択も難しくなりましたね。水原の点差をこれより広げに行くのか、僕は行くに、いや今転売したら僕リーチすると思います。でも街どうなんだ、ウッパー役割ですもんね。ウッパーピンウッパーソーになったときピンズだと、でもピンズは松本に圧倒的に高いな。ウッパーソーは菅原さんがものすごいガードしてますから。確かに、ローソーチーソー引くのがいいんですか。そうすると、いやただ3ピンないもんね。サブローピン、ピンズ高いんだよな。サブローピンの方が薄いかもしれないね。むしろ、あ一緒だ、2枚ずつ。いや楽じゃないね。楽じゃない。菅原はどうですか、イースストロック、まあ、これはまあありそうですよね。うん、これはありそう、ありそう、十分ありそう。てかめちゃくちゃあるだ、6、9万が4枚ぐらい、はい、あこれ減ったな。いや、あいや6、9万1枚になっちゃった。1、2、3、4、5、6、7。うわ6、9万1枚しかない。じゃあパーマンとパーソーパンコにさせればいい。そう一枚どっちに来るか大事な勝負ですから。あこれ両面両面にすると泣くことできますね。ただ2000点良しとしてるかどうかがね。はい、あでもこれ考えてるってことは曲回し重視してるかもしれないですね。
ただ広さが大差すぎるんですよ、ね、大差ですね、うん、さすがラスーソー引き入れてテンパイが入ります。6球満待ちですが、これは9満が山にわずかに1枚。これは誰も戦えないですか。打ちかどうですか、まあ、ローソーチーソー重なった時だけ1回テンパイですか。じゃあ正面から戦うはないでしょうね。めっちゃ通りそうだけどね。めっちゃ通りそうだけど。めっちゃ通りそうですね。まあ、ローソン小そうでしょうね。ウッパーマン待ちの両面は否定できています。ウッパーマンで当たることはありませんが、リャンウーマンで当たる可能性があります。ここはローソン打ち。3番がめちゃめちゃ早いですからね。はい。あの菅原さんの展望状況、最後の親を考えるとね、なかなか先打ちってできる余裕はないので。ないでしょうね。さあ松本仕掛けて、これは入り目の数層打ちましたよ。白は上に山、あ白2枚山ですよ。これ白9枚1枚。内川さん安全牌続く、パーマン1枚だけだと。うわんこったよ、いいスーピンだ、追いついた。1,2,3,4 嘘、5,3 山だ。1対3、ピンチ。でもこれ松本掴んだら止めれない。積もった、鋭い泣きですね。ピンチ、そうですね。そしてブス、入り目の数層勝負して最後は箱あんこにしていい数ピン転敗。わからないですけど、はい、一発ずつ掴んだ、あ、まあ、実際はね、入り目の数層で嫌なはずなんですけど、はい、赤ウーピンが背中を押してくれたかもしれないですね。打点がいく理由になったか、松本の上がりとなりました。さあそしてオーラスとなります。トップ目が内川、番追いかけるのが水原です。その差が6 7 1、6、9、ごめんなさい、6、9は1000、2000ダメですね、はい、1300、2600のツモが惜しい。ダメじゃないですか。あ、ダメじゃないですか、はい、いかがでしたでしょうか。この動画を楽しんでいただけましたら高評価、チャンネル登録をお願いいたします。また、この曲が見たい等のリクエストもお待ちしております。それでは、また次の動画でお会いしましょう。